Number one, White Harada Yota. Number two, Black Ito Asahi. Number three, Red Onishi Yu. Number four, Blue Hiruta Soichiro. Number five, Yellow Uchiyama Masataka. Number six, Green Nakata Shuichi. スタート順に選手が並んでいきます。さあ内側から内山選手です。はい、さあリラックスした表情ですね。そうですね、本日のデイの準決勝では見事1位でした。そして原田選手、準決勝では2着でしたね。それぞれの選手が位置についていきます。それではレース間もなくスタートしていきます。会場の皆様一体となって最後です。選手にパワーを送っていきましょう。 Let's go! PSD と一緒にクラップ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  Let's go! Let's go! クラップ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 もっと Let's pump it upClap, clap, clap, clap! Round 5, the final race! まもなくスタートです! Round 5, 決勝レース! スタートいたしました! それでは改めて、出場している選手紹介していきましょう。まずは先頭を走っているのが5番イエロー内山正隆、その後ろが1番ホワイト原田亮太、今回が3回目のピスト6、そしてその後ろが6番グリーン永田修一、その後ろ4番ブルー蛭田宗一郎、その後ろにいるのが3番レッド大西優、そして1番後ろにいたのが2番ブラック伊藤朝日。伊藤朝日すでにポジション上げてきております。現在3番手にいます。この辺りから駆け引きがどのようになっていくんでしょうか。3周目に突入しました。どんな勝ちパターンを描いているのか。第3コーナーに入っていきます。まもなくレースは4周目、ペーサーが外れレースが加速。ペドワン一気に来たのが3番大西、現在先頭に立ちました。その後ろから4番蛭田も続く。3番手につけているのは5番内山です。ストレートに戻ってきました。5周目に突入、現在先頭は引き続きレッド3番大西、追い上げてきたのがブルー4番蛭田、追い抜くことができるでしょうか。第4コーナーを回ってストレート、ファイナルラップ先頭入れ替わりました。4番蛭田、後ろから2番伊藤もついてきている。4番蛭田が先頭、2番伊藤追いつくことができるか。第3から第4コーナーファイナルストレート、フィニッシュ。果たしてこのラウンド5決勝を制したのは一体どの選手だったのでしょうか。さあ後ろにはナンバーファイブ内山選手、そしてナンバーワン原田選手の姿もありました。はい、しかしねこの2名の選手によるちょっとバトルになりましたね。そうですね。さあ前を行くのは蛭田選手ですね。伊藤選手もねこう追い上げているんですよね。ここでさあこのままコーナーを抜けて直線に差し掛かります。
さあどうだったんでしょうか。上からの映像ですね。おーっと先に入ったのはナンバーフォー蛭田選手でしょうか。そうですね。そして伊藤選手、内山選手と続いたでしょうかね。第1位はナンバーフォーブルー蛭田宗一郎選手。第2位ナンバーツーブラック伊藤朝日選手。そして第3位ナンバーファイブイエロー内山正孝選手です。さあ第1位に輝きました蛭田宗一郎選手、おめでとうございます。おめでとうございます。まずは第3位内山正孝選手。続きまして第2位伊藤朝日選手。そして第1位、見事このラウンド5を制したのは蛭田宗一郎選手です。 Congratulations。 まずは第3位となりました内山選手、ぜひ今のお気持ちをお願いいたします。そうですね、楽しかったです、はい、楽しめたというお気持ちはあるということですね。ぜひ最後にこれをご覧の皆様、そしてお越しいただいたファンの皆様にも一言メッセージをお願いいたします。そうですね、自分も初参加だったんですけど結構賑やかでとても楽しいので、また会場に来てください。ありがとうございます。内山選手でした。それでは続きまして第2位となりました伊藤選手、ぜひ今のお気持ちをお願いいたします。そうですね、ここまで1着で上がってきてたんで、優勝できなかったら非常に悔しいんですけど、蛭田さんが強かったのはその一言だけです。ありがとうございます。では伊藤選手、ぜひ最後にお越しの皆様、ご覧の皆様にぜひ一言メッセージをお願いします。そうですね、お客さんが盛り上げてくれることで自分たちもすごく楽しく走ることができました。2日間ありがとうございました。ありがとうございます。それでは見事このラウンド5制しました1位となった蛭田選手、まずはおめでとうございます。ありがとうございます。いかがですか今のお気持ちは。そうですね、大金持ちになった気分です。大金持ちになった気分ということですけれども、先ほどの決勝レース見事な走りでした。振り返ってみていかがですか。そうですね、大西さんがもうかけてたん で原田さん見えたんで、とりあえずもう行ってみようと思って、でゴール前朝日に食われたかなって思ったんですけど、なんとか残れて渾身のハンドル投げでした。そうなんですね、ゴール前蛭田選手が行った時に伊藤選手は横見えていたんですか。じゃあそうですね、2センター過ぎぐらいで見えて、はい、あやばい行かれたと思って気持ちでなんとか頑張りました。気持ちで、はい、本当に僅差でしたけれどもね、見事勝利を収めました。では最後にお越しいただいたファンの皆様、配信をご覧の皆様に一言メッセージをお願いいたします。これからもピスト6も競輪も頑張りたいんで応援よろしくお願いします。ありがとうございます。ということでピスト6チャンピオンシップジャパンヒーローズラウンド5ベスト3は以上の3名の選手となりました。今一度大きな拍手をお願いいたします。 Congratulations。